平成30年9月1日、阿蘇市立内の巻小学校の黒川船長浜川地区の児童や地域の人たちが、国道57号災害復旧二重の峠トンネルの阿蘇工区の工事現場を見学しました。これは、内の巻小学校が数年前から取り組んでいる地域体験活動の一環で行われたもので、各地区の区長さんや保護者の人たちで独自の催しを企画し、児童と地域の人たちとの交流を深めようと、土曜授業を活用して開催されています。この日、黒川船長浜川地区では、まず公民館に集合し、工事見学の後に食べるお昼ご飯として、そうめん流しやカレーの準備を行いました。それから、阿蘇市車帰りにある、二重の峠トンネル阿蘇工区の工事現場に向かいました。ヘルメットやマスクを装着し、いよいよトンネルの中へ出発します。現場では、トンネルの壁面に映し出された映像で、トンネル掘削の作業工程を学んだ後、本校の一番奥の掘削現場を見学し、建設監督官から、現在本校は阿蘇市側から700メートルまで掘り進められ、24時間体制で早期の開通を目指していますと説明がありました。二重の峠トンネルは、避難校を先行しながら本校の掘削が進められていて、避難校から横校を本校へ伸ばし、途中に新たな本校を掘削し、阿蘇市側から掘る1箇所、途中からの前後方向へ掘る2箇所、合計3箇所同時に掘削することで工期を短縮し、2020年度の開通を目標にしています。それから児童たちは、土砂を運び出す25トントラックに乗せてもらったり、記念撮影をして工事見学を終えました。再び公民館に戻り、お母さんたちが作ってくれたカレーやそうめん流しが振る舞われ、最後にはそれぞれの感想やお世話になった地域の人たちへ感謝の言葉が述べられ、思い出に残る地域体験学習となりました。初めてトンネル見学に行って、いろんな機会があったりしたので、とてもびっくりしました。